ビル棟の暗がりにひっそりと咲いている、その名前わからないけれど、疲れた心癒してくれる。朝早くから夜明けまで働いて働いて、幸せはこうしてやがて気づかれていくと信じているよ。このまま年老いて行くのかなと思ったら、明け方4時半車の中で涙が溢れてきた。手にすることか、大好きな家族の笑顔を迎えてくれる、それだけでいい。時々すべてを失って帰る家さえなって、途方に暮れては自殺さえすることすらできないのに。